さあ目覚めよ。私も行かせて。誰もが悪魔と戦えるわけではない。磯の神さんはその手で彼女を殺す覚悟がある。東京を守護する結界が破壊されたようじゃ、悪魔どもがこちら側に入り込んでくるぞ。この年の終末が近いことを誰もが感じ取っている。世界を救える者を導く。その力は神が封じたものだ。解放することは禁じられている。不意をつかれた私たちはなすすべもなく敗れ去った。どうだ、この世界の理不尽な秩序から我らと共に脱する気はないか。悪魔に脅されて戦うなんて間違っているけれど、己の手を汚してでも大切な人を守りたい。今ならすごくよくわかる。あなたの心の奥底にある迷いや苦しみ、そこからあなたを救いましょう。随分と自分の正義に自信があるよ。ナホビノになるなんていう調子に乗った友人を止めるためさ。悪魔に組することは許さないけど、その力を利用することはいいなんて。あなたは矛盾している。矛盾？俺の理想に矛盾などない。神話を変えられるほどの力を持つ君がこんな決断すらできないとはね。みんなを救うためにやらないといけないよね。時は来た、全てが始まる時が。もう逃げない。だから私を置いていかないで。この少女はもう手遅れだ。これ以上好き勝手はさせない。行こう少年、これでケリをつけるぞ。